さあそれではゲームハイライトで振り返りましょう。先発の今永ですが、やはりもう一つストレートが走っていないということで、立ち上がり連打と送りバントで二塁三塁、追い込みながら西川にうまく打たれました。2点カープが先行しています。さらに2アウト1塁でバッター堂林、ストレート押し込みきれないという今永のボール、ライトスタンドに運ばれてツーランホームラン、4点をカープが先行します。まあ、ゲームとしてはこの4点が非常に大きかった。2回の表はワンアウトから菊池を空振り三振、そしてここは野間も三球三振というところで、こういうところは変化球中心に少し工夫という部分が見られた今永です。2回の裏ワンアウト一塁でバッター京田、先発九里からここはファーストゴロ、堂林から小園、小園から堂林ということでダブルプレイで、4回の表です。先頭バッター堂林、今度はそのストレートをレフトスタンドへ。このボールなんかも本来の今永のボールだったらやっぱりもっと詰まらせる力があるはずなんですが、レフトスタンドに運ばれて2019年以来の、14年以来の2打席連続ホームランでした。まあ、西川を三振してに打ち取って今永96球5失点でマウンドを降りています。一方5回の裏はワンアウト一塁三塁というチャンスを作りながら、ここで林が三振、代打楠本がライトフライ。このチャンスで1点も取れなかった、打線が下位で苦しいところではあるんですが、ここはやっぱり九里がよく頑張ったということが言えると思います。そしてピッチャーが2人目宮城ですが、宮城頑張って2イニング目、7回の表は2アウト3塁、ここでショートゴロに打ち取って2イニング無失点という宮城大太でした。7回の裏ノーアウト1塁、外いい当たりだったんですが、これはレフト西川の守備範囲の広さ、そして球際の強さ、まあ、外の打球も本来の、まあ、マシンで捉えた打球ではなかったということで、ここは阻まれて代打大和もセンターフライで2塁1塁というチャンスを生かせませんでした。8回の裏41歳ベテラン代打藤田が先頭バッターで出塁、この試合4回目先頭バッターが出塁したんですが、結局佐野が最後はショートゴロということでランナーを返すことができません。ホームベースが遠いベイスターズ。9回の裏も4番牧から始まるというオーダーで、なんとか一矢を報いたいというベイスターズでしたが、最後は戸柱がサードファールフライということで九里がシャットアウト。ベイスターズ2試合連続でシャットアウト負けということで、大きな大きな1敗になっております。勝ち投手は九里、負け投手は今永というゲームでした。